空の青さを見つめていると見知らぬ彼方へ帰りたくなる。空の青さに吸われた心は遥か彼方に吹き散らされる。果てだ。ここは空の果てだ。ついにたどり着いた我が子よ、星の島イスタルシアで待つ。おごそかに神秘の奉られるこの島に今始まりの風が吹いていた。なあ、お前本当に行くのか？いくら親父さんの手紙にあったからって空の果てなんて、そんな場所完全なる構図？ああ、あの何百年も前に星の民が記したっていうあれか？そりゃそれがあればどこだって行けるかもしれねえけど、あんなものおとぎ話だぜ。まあ言い出したら聞かないしな。こんな村でひっそり暮らしてるよりかは全然面白そうだけどさ。うん？待て、なんだよありゃ。ありゃ、どっかの国の戦艦か？なんだってこんなど田舎に。あの爆炎は村の方角だ。戻るぞ。いったった。あ、なんだこのお嬢ちゃん、見たことない顔だな。助けてください。そこの者止まれ。剣を足元に置いて両手を上げろ。なんだてめえら、やるってのか。命が惜しいならおとなしくその少女をこちらに引き渡すことだ。いや。さあ、その少女を解放するんだ。手荒な真似はしたくない。そうだ、勝手なことばっか言いやがって。この子すげえ怯えてるぞ。せ、面倒だ。力ずくで行くぞ。ガキが後で後悔するなよ。ガキのくせに、こいつ！ルリア、大丈夫か？カタリナ、よかった。カタリナも無事だったんだ。怪我はないようだな。君たちがルリアを守ってくれたのか？守るっつうか、なあ、あの兵士たち、オイラたちのことも狙ってくるもんだから。あのね、あの人、私を助けてくれて、すっごくかっこよかったんだよ。そうか、ありがとう。私からもお礼を言わせてもらう。しかしここは危険だ。兵士たちは私が何とかするから、君たちは早く。カタリナ注意。
コンメルン大尉、申し訳ありません。直ちにルリアの保護を。まったく白々しいですね。少女を逃がしたのはあなたでしょ。偉大なるエルステ帝国に歯向かおうとはいい度胸ですね。黒騎士様が知ったら何とおっしゃるか。聖少獣を制御するためにあの少女は不可欠ですからね。背任は重罪ですよ。大尉、聖少獣を私たちが利用しようというのはやはり危険すぎるのでは。星の民の遺産、聖少にはまだわからないことも多く。話題をすり替えないでほしいですね。まったく、これ以上くだらないことに時間を費やしたくありませんね。手っ取り早くやるとしますかね。くっ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 、ここほどの辺境なら村ごと消し去ってしまえば足がつくことはありませんからね。聖少獣を従えるという他の少女の研究成果、試させてもらいますよ。ヒドラ、こんな化け物どこから。まさかあのヒゲのおさんが。まさかとは思っていたが、こんなことのために帝国は聖書の力を、ルリアの力を。ぐっぐっぐっぐ、素晴らしい、素晴らしいですね、この力。まずはそこのガキからですね。己の運命を呪うといいですよ。あ、おい、しっかりしろよ、おい。民間人、それも子供を。ポンメル、貴様どこまで腐った。なあ、嘘だろ、冗談だよな、返事しろよなあ、おい。大丈夫だから。聖書、村の祠の聖書が反応してやがる。この子大丈夫、私の力あなたに預けます。さっきのけど、星の力を宿し、おそらくはルリアの力だ。君、カタリナ、けど今度は私が。そう、これから私とあなたは、ごめんなさい、不便な体になっちゃって。ちょっと待て。わかりません。すげえぜ。上映に見つかっちまったみてえだな。
やれるか。一度死にかけているんだ。いいのか？あんた聞いていたろ。私、話は後だ。心配無用だ。ミキさん、アイシュクルネイル。ここにいたのでは追い詰められるのは時間の問題か。やむを得ん。この島を出るぞ。小型艇を用意してある。成り行きとはいえ、お前が夢見た空の旅ってやつに出発だな。腹くくれよ。舐めてもらっちゃ困るぜ。おいらの方こそいつでも空に出る準備はできてたんだからな。ねえカタリナ、あの二人って本当に仲がいいんだね。そのようだな。二人ではしゃぐ B 君を見ていると、なんとも穏やかな気持ちになるよ。カタリナは昔から好きだもんね。小動物とかモフモフしたものとか。はあ、あの B 君の小さな体には究極の癒しが。って和んでいる場合ではなかったな。船はこっちだ、急ぐぞ。目指しているというのは空の果てでいいんだったな。空の果て、星の島イスタルシアか。星の民が住んでいるという伝説の島だ。険しい旅になるかもしれないぞ。分かってな。そんなの百も承知だぜな。そうか。であれば、まずは空域を分断している小流域を越えなくてはなるまい。そしてそれは私の目的にも合致する。このファータグランデ空域はエルステ帝国の勢力圏だからな。この見渡す限りのお空全部をあの帝国が支配してるの？ああ、だが心配することはない。何せ空は無限だからな。ファータグランデ空域の外に出れば帝国ももう追っては来れないはずだ。